もう入社して2年目、高校出て2年目ぐらいの方が、1年間、もう香港で行って、言葉も方位を喋らんときに行って、そういう方たちの言葉が上手ですよね。そこネイティブで英語をしてこう話すでしょ。フィーリングも、日本で一生懸命習って、行くよりも、ああいうところで習った方が、覚えた身になるし、また、そういう非常に細かいフィーリングがですね、合うんですね。で、今彼らは、結局今アフリカとかどっか行って指導してですね、現地の人たちとうまく解き合ってやってる、まあ、そういう面ではそういう人たち今たくさん、まあ、10人を例えばここに10人おってこういろんな話もう8人がそういう状況ですからちょっと明日行ってきてくれねえって言ったらはいって言ったらもうみんなはいというようなことでアフリカだろうが基本的にはどこでも行ってくれてるっていうのは今の現況なんですね。私は私は向こうに行ったんですけど他の人だと香港で一生懸命というようなことをなんですよ。そういう感じの技術志向の会社だったんですね。で、鉱物資源っていっぱいたくさんありますよね。アフリカは今水関係もいろいろ ODA の水井戸とかありますでしょ。鉱物資源とか世界多岐にわたってるんですよね。まあ、我々はニッチな作業と言ってますけどそこに大きな何百億という仕事をするんじゃなくてその仕事の中にいろんな調査ボーリングをせないといけないし井戸も掘ってやらないといけないしそこからその山を切って建物を建てると山が滑りますから山を止める杭を掘ってやったりとかそういうもろもろのところがちょこちょこちょこいっぱい数が多いということですね。業に行ったら業に従わないとですね日本人って割とそのせっかちじゃないですかね。まあ、私もそっちの方なんですけどでもやはり業に行ったら業にその従っていかないと自分の体壊すわけですよね。いい人が来れば非常に助かりますよね。厳しい人が来るともうね危ないですよね。日本だと皆さんがいい人だからまあまあうんうんちとかついてるけど向こうはもう人を見る目が長けてますからとか能力があるからってこうしてああせこうしてって言ったってですねなんで1ヶ月来た人にどうしてそこに付き合わないといけないのってことになるでしょ。そんなにたくさんね金をもらってないのに逆にですからだから渋谷だから渋谷にするんじゃなくてもうちょっと悠長に構えていかんとしょうがないでしょうね。で1回か2回はうまくいかんですよね。最初の人は最初からうまくい人いないですよね。